博物館船となったウィスキー型潜水艦 S-189 プロイエクト644ウィスキーツインシリンダー。ウィスキー型潜水艦は、ソビエト、ロシア海軍の通常動力型潜水艦である。1.23.45型のサブタイプのほか、多くの改造型が存在する。ウィスキー型は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は613型潜水艦である。 第二次世界大戦中に活躍したナチスドイツの21型潜水艦のデザインを大きく受け継いだものであり、1949年から1958年にかけて合計236隻が生産された。この潜水艦は当初沿岸警備潜水艦として設計されたが、1950年代から1960年代にかけて その一部が誘導ミサイル潜水艦として改造された。1956年頃に最初の改造を受けたウィスキー型は P-5、巡航ミサイル発射艦を環境の後ろに1機持ったもので、西側にウィスキーシングルシリンダー、58年から60年の間に発射艦を2機に増やしたものは、ウィスキーツインシリンダー、さらに60年から63年の間に発射艦を4機に、 増やしたものは、ウィスキーロング瓶と呼ばれた。SSN-3 ミサイルを発射するためには、浮上しなければならず、シングルとツインシリンダータイプは、発射管が水平に配置されたので発射前にさらに、これを髪型に向けなければならなかった。そして最終型のロング瓶でさえ、運用成績は悪く、ミサイル発射管と水流の摩擦による雑音も目立ち、ウィスキー型はすぐに、 全艦隊役となった。そのうち4隻だけがウィスキーキャンバスバッグとして知られるレーダーピケット艦として残され、また2隻が漁業資源調査及び海洋学調査用の潜水艦として残った。ソ連ではその後ロメオ型潜水艦が円外警備潜水艦、ジュリエット型潜水艦が誘導ミサイル潜水艦の役をそれぞれ受け持った。通常型のみ、 誘導ミサイルとレーダーピケット艦は輸出されていない。ソビエトでは合計236または215隻のウィスキー級が建造された。ソビエト国防省の造船所長ノバドム・ブユロウフに1969年から1983年にかけて215隻の建造が承認された。生産計画は以下を参照。型によって少し異なる。ありがとうございます。